今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんと、リオでございまーす。はい、今回はですね、呪術回戦って言いそうになった今。違う。地獄楽コラボや。これの最終考察の動画になります。はい。開催期間が7月の2日か。うん。11時59分までなんで、まあ、まだまだね、大引きかっていうのは、まあ、考える猶予がございます。うん、はい。ということで、キャラクターの詳細いろいろ分かりました。うん、でその上でね、皆さんが、追うべきかどうか判断できるように、いろいろな情報をご提供したいと思います。全力？はい、ということで、まずは1キャラ目、はい、バビマルでございます、うん。ストライクショットの方からいきたいと思います。はい。はい、ストライクショットの詳細が22ターンやね、2段階目が、うんうん、で自強化が 1.8 倍、はい、で継続が次回行動、うん、これちょっとびっくりしたな、うん、これこんなに長いとは思わなかった。で全体割合、全体割合が 22%、 割合の保証が100万となっております。まあこれ1段階目なんだけどね、はい、今打ったのはね。でまず一つが、ターン数が短い割にかなり優秀やな、うん、思った。で2つ目、減速率緩和により複数の敵など、まあ、処理が可能、うんうん、思ったより減速、俺もうちょっと緩いかなと思ってたけど、うん、あ案外動くなと思って、いい、ね、抜けてからもバーって動くから、うんうん、これはすごいな、うん、で思ったのが自強化継続が次回行動終了まで、はい、これはちょっとやりすぎ感あるなと思った。そんなに、うん、俺だいたいね、次のこう、次回コードまでとは思ってなかったよ。あ、うん、まあ少なくとも使用後プラス1ターンとか、うん、用意って2ターンかなって思って、次回コード終了までっていうのはまず、うん、そもそもびっくりした。っていうのもやっぱり自強化減速率緩和無敵化が、まあ、2回コードを取れるわけなんだよね、うん、でただでさえ強い友情もまあ、2段階目だったら 1.8 倍これ継続するんで上乗せされます、うん、で無敵化も継続により、まあ、場面によっては即死回避にもつながる。ああなるほどね。例えば、まあ、ちょっと難しいところになってくると思うんだけど、うん、ボスを倒します、うん、鬼残ってました、うん、鬼撤退しません、ドッカンありますね、はい、はい、ありますよね。ありますね。あんなんも無効化する。ああいいね。うん、さらに全体割合、まあ、これがついてるっていうことがそもそもおかしい。うん。うん。まあ、単体でもよかったんじゃないってちょっと思った。ボスだけとか、うん。なんでこんなしちゃったの？いいじゃん。いいならいいじゃん。いや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 強すぎんなと思って。で、最低保障もちゃんとあるわけでしょ。これはちょっとやりすぎじゃない？ありがたいですやん。うん。って思って、ちょっとビビったかな。うん、はい、ちょっとねこの映像を見ていただこうかなと思っております。はあ、これね無敵化にもですね実は弱点がございます。はい、これ今ストライクショット打ちました。はい、で自強化入って、はい、無敵化しました。はい、はい、ちょっとダメージ見ててください。はあ、今毒のダメージは全員食らいました。はあ、はい、割合、はい、残ってます HP。ガビマルだけね、食らってないんですよ。ちょっとね、もう一回違うやつで見てもらうと分かりやすいと思うんだけど、うん、まあ SS 打ちます。毒のダメージは全員食らいました。うん、割合、これガビマルだけ食らってないんです。他はダメージ出てるけど、ガビマルだけ出てない。うん、で HP 残ってる。って言って形で、はいはい、まあ割合に関しても、まあ無敵化しちゃうと。うん、ただ、毒とか、こういった多分状態異常に関しては受けちゃう。っていうところがあって、一応ね、弱点はあるかなと。うん、なるほどね。うん、思います。うん、ただ、この、自強化のエフェクトかっこいいよね。ね、そう。燃えとる。これがマジでめちゃくちゃかっこいい。いいな。まずこれ、すっげーテンション上がった、うん、はい、じゃあそんなガビマルの、まあ、いい点、はい、ちょっと上げていきたいと思います。うん、まず直殴りの倍率が結構高め、お超マジダメージボール弱点キラー、これ掛け合わせると 1.95 倍になります。うん、ここに超バランス型の補正が入ってくる。はい、まあ解放、線形解放してたらっていう話になってくるけど、うん、いやこれは結構火力出せるなと思います。うん、あと友情コンボの火力も高いです。うん、弱点キラーの乗る超強クロス分身弾、うん、そしてまあ SS 打ったらね、うん、その自強感も乗っかってくる。はいはい、でさらに4ギミック対応すごい。
で、高難易度で活躍できる、まあ、アビリティかなと思うのが、超レーザーストップを持ってる。ああ、いいね。あとはストライクショットが割合っていうところが、まあ、高難易度で十分使えるキャラクターであると。うん。まあ、無敵化とかもね、いろいろあるし。うん、まあ、とにかく、ちょっと、うん、頭おかしいから。あほ。で、あと、こういうアップでサポートもできるキャラクター。うん、で、ストライクショットが、まあ、とにかく優秀と。めちゃくちゃまとめると優秀ってことやな。めっちゃ優秀。うん。じゃあ、悪い点いきましょう。はい。現環境でクエストを破壊するキャラクターではない。うん。要は、まあ、もともともう壊れてるところを壊すっていうところがあるんだけど、新しくガビマルが、はいはい、あ、ここの難易度崩壊させたよねっていうところはないわけ。例えば、あの、近畿の深淵みたいな。そう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 。そういったところはちょっとないかな。うん。あと、ここ結構重要で、内部弱点の場合、友情火力が出しづらい。うん。うん。友情コンボって、うんと、貫通しないから、反射でバカバカなんか、要は反射のキャラクターの、が分身みたいな感じになるから、うんうんうん、まあだから内部弱点があるクエストっていうのは、もうそこを殴るっていう前提の HP の設定されてるんで、ただその分、友情火力っていうのは、やっぱり伸びないっていうところがあるんだよね。うん。うん、だ削りにくいっていうところがね、あります。うん、で、三つ目が、一定期間の無敵化ストライクショットを持つコラボキャラクターはね、接待受けづらいんじゃないかなって思ってます。過去になんか前例あり。空城ジョリーン。ああ、うん、使ってないね。でしょ。こういうキャラクターをポンって使えるようにしちゃうと、もう、そう他が戦えない。まあまあまあ。うん、だから、接待来るのちょっと遅いんじゃねえかなって思ってる。あもしくはガビマルが絶対切ってすぐこうなんか用意しないと、うん、うん、こういう大変なことになっちゃうんじゃないかなっていうか、まあバンってハマっちゃうとマジで強すぎてどうすんのっていう状態になっちゃう、うん、好きな人は使うでしょうみたいなそんな感じかもしれんけどな。いやわかんねえ、これはタイミングとか結構難しいんじゃねえかなって思う。クエストを作る人は結構大変ちゃうかなとなるほどいうイメージ。はいはい、じゃあね、使用感からのまとめいきましょう。はい。対応ギミックが多く、火力面でも優秀です。うん。現状でクエストを破壊しているキャラクターではないんですが、うん、高難易度で適性をもらうと、非常に怖いキャラクターになります。うん。うん。ということで、最終の評価なんですけど、はい。まあ、ほとんど変わってない。けど、ストライクショット、これを、A から S に上げました。おぉ、厳しくなった評価で初めての S じゃない？SS だから無敵化とか、うん、自強化継続が次回行動までっていうところがまず一つポイントだったかな、うん、正直次回行動までは全く考えてなかった、うんうん、あの調べながらうせえろって思いながらこれほんまにとかいう感じで俺一人で騒いでたからそれぐらいびっくりした、うん、まさかここまでの仕様やとは思ってなくてっていう感じかな。うん、すごいね、ハイスペックやね。いや本当に、うん、あとは適正バーンって はまったらほんま怖いで怖いで、持ってない人ほんと悲鳴もんやと思うから。そうな、うん、まあこれがどのタイミングで来るかやね、うん、ここが重要なポイントになってくると思います。はい、はい、お次のキャラクターはサギリちゃんでございます。はい、ということでストライクショットの詳細の方いきましょう。はいはい、ストライクショット、うん、2段階目が24ターン、自強化が 1.8 倍、そして斬撃の割合、はい、バカ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 って殴っていくのも、うん、割合になります。これ今のやつはあの割合入ってないから、自強化でいってるって感じだね。で全体割合は入ってます、はいはいはい、みたいなね。 13.5% で割合保証が100万となっております。うん、うん、だから斬撃割合と全体割合、まあ、これはもう完全に高難易度向けかなと思います、うん、まあ、ここのクエストで光るかって言われたら正直クエスチョンやな。普通に殴った方がいいんじゃんくらいの感覚ではあると思うし、うん、まあ自強化もね 1.8 倍もらってるから、うん、まあ、そういった感じかな、うんうん、だからまあ高難易度でも使えるけど、うん、まあ、普通のクエストでもやっぱ使えるよねっていうようなね、うん、感じ。ただ全体割合に関してはちょっと抑えめかな、うん、とは思います、うんうん、まあ割合の保証があるんでそこでダメージ稼げたらなみたいな感じもあるかな、うんうん、うん、これ最後やばい、すごいね、ブーンで、うん、あれビビったやろ、ね、実は割合とかのダメージ超えてんねん。SS の意味を。いやいやいや、でもこれ今からの話にもつながってくるんで、はいはい、ちょっといきたいと思います、
はい、じゃあサゲルちゃんのいい点、はい、まずバランスのいい火力感、うん、まあ、直殴りで雑魚処理がしやすいイメージかな、うん、まあ、まあ全体的にバランス見るとってことだよね、うん、倍率がガンって高いわけではないんやけど、まあ、やっぱスピード型である程度複数回殴れるっていうところも考慮すると、うん、まあ、結構バランスいいんちゃうかなと思います、はい、そして2つ目超強超なぎ払い、うん、これがね悪さをしそうな雰囲気プンプンしております。うん、窓紛コラボの強子がエリミネーターで、うん、本来マーカーじゃないと倒せないやつをブーンって潰す、うんうんうん、っていうのがあったんやけど、まあ、こういったことがねこう詐欺人にしかできないことができそうなイメージ、うんうん、今まだないけどって感じ、ね、そうやな、うん、なんか出てきそう、やっぱり頭おかしいなって思うもんねで状況拡大貫通ロックオン衝撃波、これが案外やっぱ火力出る、まあ、属性倍率超アップまでやったら、うん、まあ、全然火力として使えるかなと思います、うん、でストライクショットが高難易度で活躍するしよう、うん、あとプラス、まあ、SS 短縮系のアビリティも持つんで、まあ、ここもいい点かなと思います、うん、で最後にこれ非常に重要です、うん、あの白装束でも分かるスタイル抜群の良さが止まんねえ、そこ個人の意見じゃないの、いやこれ多分みんな持ってるあ、はい、図鑑確認してください皆さん。サギちゃんに関してはあんまりスタイル気にしたことないけどな。ないんやけど。譲り派の方に行っちゃうから。いや、そうそうなんです。原作アニメ見てる人はそうなんですけど、これやっぱね、改めて再確認しましたね。見比べて。図鑑を見てると。そう。図鑑を見てると、やっぱり譲り派がいない状況での、やっぱそこで俺はサギリちゃんの良さに気づいてしまった。そうか。そこでやっぱりギュンと気持ち持って帰ってくる、あ、そうですか、いう点でございます、あ、そうですか、はい、ということでじゃあ悪い点、はい、うーん、ないいや、あるでしょあるでしょ、はい、まず一つ目、まあ一緒なんだけど現環境でクエストを破壊するキャラクターではない、うん、まあ、新しくね、ここの難易度をバーンとサギリちゃんが下げるっていうことはないと、うん、うん、で、二つ目、通常クエスト周回とかでは使い勝手あんまり良くないです、うん、いや全体に対して火力の出せる友情ではない、そうだ、ね、どちらかというと単体向けの友情かなとは思いますので、うん、だから通常クエストではちょっと使いづらいかなといったところがございます、うん、そして3つ目がやっぱり打ち漏らしが多い友情、まあ、ほとんどさっきと変わんねえんだけど、うん、まあ、複数の敵にはあんまり向いてないというところ、うん、そして4つ目が地雷を失う、あと敵の HP50% 以下になると大幅に火力が下がってしまう、やっぱり超マイスイッパーいるかな、それとあとバイタルキラーっていったところがあって、ここがあのなくなってくると、もう本当にしかも超バランス型でもないので補正もない、うん、なってくるとあれ、ね、使うのであれば HP50% 以上の時に使った方がいいってことね、かといってボスになってくるとさまあ、そうなってくるとまあ割合っていうところが生きてきたりとかするかもしれないんだけど、まあ、そういったところがあるかなと、うん、いうことで、ちょっとやっぱ火力面っていうところではちょっと出しづらいところがあるかもしれないね、うん、ということで、じゃあ使用感からのまとめいきましょう、はい、高難易度でハマれば確実に強いキャラといった感じです。でサギリちゃんにしかできないアドバンテージっていうのは大きそう、まあ、これやね多分ね、うん、ただ高難易度でハマらないと優先的に使用することはまあ、ほぼないんじゃないかなと。そうだね。言ったキャラクター、うん、だからね結構大化けです、うん、普段使いはないやろな。そうやな、うん、だからハマるかハマらんかっていう、そうやね久しぶりに引っ張ってきたみたいなのもあるかもしれんけど、うん、ただバカーンってハマった時にはやべえっていうキャラクターになるよね、うん、なるほど。はい、じゃあ最終評価の方いきましょう。はい、変わっておらん、変わっておらんか、うん、ほぼ変わっておらんけど、英雄の書ここに関しては、うん、まあ余裕があるんだったら使ってもいいんじゃないかなぐらいの感じ、うん、うん、まあ、キャラクター手持ちがどれぐらいいるのかによってもちょっと変わってくると思うんだけど、うん、うん、まあ、でも優秀なキャラクターではあるかなっていうのはある、うん、うん、まあそんな感じ。はい、はい、じゃあ最後のキャラクターになります。アザチョーベ、アザチョーベ、アザチョーベ、じゃあストライクショットの詳細いきましょう。はいはい、2段階目が28段、うん、弱点露出、打撃、あと追撃が2個入っての縦追撃となります。邪筋、こんな感じやね。いい、今のは弱点倍率をオーデンタで上げといて、それから打ち込んでます、うん、で友情も使ってみたいな感じ、はいはい、で、まあ、こんだけだったからもう SS 打ってんだけど、ここは、ボスには3つある弱点が
だからダメージ伸びやすいよね。だここで例えばオーデンターとか使ってると、まあ、さっきより全然火力出るんじゃないかなとは思います。なるほど、はい。でまあちょっと倍率見てもらうと分かるのと、あとちょっと赤で一応出してあるけど、闇属性に、闇属性の敵に対して 1.5 倍がかかってきます。うん、だからまあ多属性では使えない、まあ、基本的に使うことはないと思うんだけど、超バランス型の補正とかねあるから、まあ基本的に多属性では使わないけど、あの多属性になるとめっちゃ火力落ちるっていうイメージはしといた方がいいかなと思います。なるほど。うん、でストライクショットの倍率っていうのは、まあ、パッと見ねめちゃくちゃ低いなとか思うんですけど、これクエストの使用によってダメージが、ね、だいぶ変わります。ていうのもちょっと説明すると、例えばねさっきちらっと言った弱点3つの場合は大ダメージが狙える、だけど弱点2つ、これは、ね、そこそこの火力になります。さっきボス1で撃ったやつ、これが、ね、弱点2つなんで、あれが弱点3つだったらもう絶対ワンパンできた、感じだと思うんだけど、だからボスの弱点の数、あと1、こういったところにダメージがかなり左右されるストライクショットの仕様になっていると思います。まあこの最終の追撃って縦追撃ね、これに関してはかなり広いので、大概あの3つとかね拾えると思います。でやっぱりね接待を受けるとあのワンパン攻略とかができるキャラクターになるんだけど、逆にあの潰しやすいキャラクターでもある。例えば、まあ、弱点を減らすとか、はいはいはい、弱点なかったらもう本当使い物なんですよ、ね、感じになっちゃうから、だから、接待しやすいけど、まあ、考察でもね、最初の考察でも言ってたんだけど、接待しやすいんだけど潰しやすいキャラクターでもある、だからおそらくどっかの1ステージでバカーンって光って、それ以外はちょっと使わないかなっていったところになってくるんじゃないかなって、そんな感じだと思うんだよね。はい、じゃあいい点悪い点、はい、いきましょう。中央点まずいい点です、4ギミック対応、これはねやっぱり普通にでけえ、なんだけどまあちょっと適正クエストはそんな多いキャラクターではないんだよね、で直殴り最大火力がね結構高いです。超マインスイーパー L、 あと底力、ここでね最大倍率が 3.75 倍、ここに超バランス型の補正が入ってくるから、総量火力出せるよね、キャラクターになります。あとワンパンとゲージ飛ばしの狙えるストライクショット、ここも優秀やね、しかもさ結構使いやすいやん、パカンって当てるだけやから、あとそのルート上で友情拾って当てるっていうのは、撤退がないから、まあ、そういった使い道もできるかな、4つ目がストライクショット弱点露出があるんで、これのね継続タイムそこそこ長い、だからまあこう飛ばせんかった、ワンパンできませんでした、ってなっても弱点出てるから、他のキャラクターでこう打ち漏らししてもそうだ、ね、パカーンって潰せるっていうね、ところがあるから、まあ一応サポート面でも使えるかなと思います、そして最後にまあ使用頻度の高いアンフェアを適正に持つっていうのはでっけえかなと、もう運極で生きてる人には正直関係のない話かもしれんけど、いやまだまだアンフェア実は適性持ってなかったとかね、例えばじゃあ今からソロモン狙いに行くのかって言ったらちょっとしんどくない、しんどい、それだったらやっぱアザチョーベ狙いに行った方がいいよね、思っちゃうから俺的には。まあ、ソロモンはどこでも使えるけどね、で引いたり引いたりでかいキャラクターではあるんだけど、こっちのこと考えると ね、ちょっとお金かかっちゃったりするので、はい、まあちょっと出やすいのはこっちね、そうなんですよね、金銭的にこう抑えることができるってところはある、じゃあ悪い点いきましょう、はい、まず現環境でクエストを破壊するキャラクターではない、例えば、アンフィアに至ってもやっぱりソロモンの方が強いよね、なっちゃうよね、だってソロモンの SS ばっかりだからね、あと使いたいって思ったのが友情火力がやっぱり物足りない、まあ、これに関してはもう数値出してたから分かっとったけど、やっぱりちょっともうちょっと欲しいよねって思っちゃったから、で28ターンのストライクショットに対して SS ターン短縮、これはちょっとやっぱしんどいな、長いよね、やっぱ即必殺いる、って思うよ、でストライクショットがボスの弱点の数に、まあ、火力が大きく左右される、ここは大きいと思う、そうね、ボスの弱点が、2個なのか3つなのか、ないのかとかね、そういったところに結構左右されるキャラクターではあるので、まあ、やっぱ、潰されやすいっていうところもあるんだよね。そうね、で最後に
闇属性のクエストしかストライクショットの火力が出ない仕様、うんうん、まあ多属性ではちょっとあんま使えないよっていう感じだよね、うん、限られちゃうね使えるとこがね。まあでも超バランス型とかにして使うと思うから、うん、まあ多属性で使ってみようっていう感じであんまならんとは思うけどね、うんうん、要はじゃあ煉獄さんをじゃあ多属性でワンパンで使うかとか、あ、まあ、そんな感じになってくるやん、うんうん、確かに使わんな。そうだからまあそういう感じだよね、あ、うん、イメージとしてもあれ、なるほど、うん、はい、じゃあ使用感からのまとめいきましょう。はい、過去のワンパンキャラクターと違って、地雷の倍率の高いクエストではストライクショットこれを打ち込む、うん、で弱点露出をメインとして、うん、地雷で弱点を殴るとか、うんうん、あの複数編成も、うん、一応いけちゃうキャラクターではあるかなと。複数編成ね、うん、そうだから最後の縦追撃までに長兵衛は地雷失っちゃいます、はいはい、うん、火力出ねえは使えねえじゃなくて、うん、弱点露出をメインに使うっていうことも可能ではある。なるほどね、うん、だからそういうクエストの仕様来た時にはちょっと怖いな、あ、やらしいな、あ、こんな使い方もできんのねみたいなさ、クエストたまにあるやん、組んでくること、ね、うん、そこ来た時にはそれ以外やったらフレンドでええやんって話になってくるけど、いや、こういう形の使い方しろってなってくると、うん、ちょっと怖いなって、うん、複数編成になってくるのかなっていうのがある、うんうん、なるほどね。はい、じゃあね、最終評価の方いきましょう。はい、まあ、変わっとらん、変わってないか、うん、まあ想像通りだったかな、うん、感じから、うん、もう俺この評価つける前にベセスの倍率とかある程度分かってたから、うん、だいたい計算して出してたし、まあ、そういったところもあって、まあ、このブレっていうのはあんまりなかったかな、うんうん、まあ、ほぼほぼ分かってたからっていうところが大きいけど、うん、ということで、まあ、最終評価の方は変更なしという形でございます、はい、うん、はい、じゃあ、最終考察キャラクターの総まとめ参りましょう。はい、3キャラともやっぱり未来型のキャラクター、うん、で複数のクエストで活躍するっていうよりも、まあ、高難易度1ステージでバーンってねこう活躍するような特化型のこう性能かなと思います。ほう、だからちょっとガチャとしては上級者向けかな、うん、うん、まあ、このキャラクター3体だけを見るとね、うんうん、上級者向けなんかなと思う、うんうん、やっぱ高難易度仕様やね。なるほどね、うん、で今回のガチャ、はい、でちょっと気づいた点があって、ほう、まあ、それについてちょっと喋ろうかなと思います、はい、やっぱりね超重心祭ヤクモがいます、うん、キリンジがいます、 いますね、こうやってあの複数のクエストで活躍できる性能だよね、うん、まあ、いろんなところで使えますよみたいな、うん、だから今回の地獄楽コラボっていうのはもう完全に高難易度に特化したキャラクター、あー、で作られた可能性っていうのは非常に高いかなと思います。なるほどね、うん、まあ、あとはひょっとしたらこのヤクモキリンジとかの所持率を上げたいっていったところも狙いだったかもしれない、うん、うん、まあ、そういったところで、うん、まあ、逆に言うと危機中心祭にかぐや様を告らせたいのやつがあった。でかぐやに関してはこう通常クエストとかでも使えるキャラクターや、うん、うん、まあ、そういったキャラクターが今回いなかったっていうのは、うんうん、多分こういうことやと思う、うん、要はそこ超えてもあかんよねっていうところもあるから、まあ、まあ、だったらじゃあもうこう特化型のキャラクターにしたっていう傾向なんちゃうかなと思います。うん、うん、はい、じゃあねここ重要なとこですよね、はい、追うべきか、うん、地獄楽コラボのキャラクターはまあ今後の高難易度にぶっ刺さる可能性っていうのは十分にあります、うん、で特にガビマル、はい、これはかなりヤバい性能を持ってるのでできれば確保しておきたいかなと。かなりオリジナルのストライクショットのキャラクターだから、うん、やっぱり怖いなっていうところはあるよね。確かにね、うん、ヤクモキリンジこの辺を欲しいと思ってるのであれば、うん、やっぱり今回行った方がいいんちゃうかなと思う、うんうん、ただ余力は絶対に残した方がいい、うんうん、ということでちょっと注意点ですね、はい、まず一つ目、モンドリで属性限定キャラクターが毎年実装されております、うん、で去年はエビ天娘でした。そうね、うん、まあ、こういった形で、まあ、これに関しては毎年やから、うん、まあ、今年もね、うん、まあ、ほぼほぼ実装されると思います。またモンソニとかでかな、多分モンソニのキャラクターやな、なんか増えるんやろね、あ、うん、こういうの何が来るのか結構楽しみやから、うんうん、
そして2つ目、はい、限定キャラクター獣神化記念のガチャが開催される可能性がございます。あ、うん、ありましたね去年がね、天下五剣のガチャ、はい、行きゃよかったマジこれめっちゃ後悔してるもん俺鬼丸か未だに持ってへんからあメインサブ持ってへんからああもう、そうね、サンがストレスだよ天馬さんが、ね、いつ潰れてくれんのやろって思っとるんやけどやっぱ多分あれも完全鬼丸接待で作ってるから あちょっとあれ無理やな鬼丸鬼丸を超えるキャラクター実装すんのちょっと厳しくないかな、うん、そして3つ目、はい、モンドリで大型コラボの発表の可能性が高い高いね10周年ですからね、はい、何かドカーンとねやっぱり話題性のあるコラボ打ってくる可能性があるんじゃないかなと、うんうん、いうことでただここでちょっともう一つさらに注意点なんだけどはだからといって強いとは限らないあそりゃそうやここが怖いところ そうやなそうなんだよね去年、ジョジョコラボでした、はい皆さんジョジョのキャラクター使ってますかねジョータロウだけだよね高難易度でティルビングかあそこで使ったけどそれ以来は、まあ、ほぼ使ってないからそうだねジョリーに関しても使ってないで、ウェザーリポートに関してはなんかどっかで使ったけどそうあれに関しては爆絶 R で使えたけど、うん、じゃあ結局周回したのはエクリプスだったんだよなうんったところもあるから、はいはい、まあこう必ずしもモンドリーのキャラクターでコラボ発表が絶対光るっていうことはちょっとクエスチョンだからそうだよね、うんまあ、好きな人はね嬉しいけどねそうだねキャラになっただけでもそうそうそう、うん、それはある、うんまあ、今回もちょっとそれあったし、うんうん、やっぱりテンション上がったよね、うん、テンション上がったけどいやでも本当はがっつりコラボやって欲しかったなっていうのも正直あった、はいうん、それは残念ではあったけど、はいまあ、でもコラボされないよりしてくれた方が嬉しかったなっていうのはあるから、うん、まあ別に、うん、まあそこはいいかなとか思ってます。はい。はい。ということでいかがだったでしょうか。まあちょっとでもね、まあ皆さんがこう、追うべきかの参考になればなと思っております。はい。はい。今後もこういった情報、どんどん発信していきたいと思いますので、応援の高評価やチャンネル登録などよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さんせーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。コメント欄でもあったけどさ、うん、やっぱりこれが普通のいつものコラボやったら、星5で譲り派、ゲットできたんちゃうかっていうコメントもあったよね。譲り派欲しかったな。欲しかったな。うん、眺めたかった。いや、逆にあったら俺楽90できるまでガチャ回せたからやっとるやろなそれはちょっと確かに危なかったなそっか、うん、それ考えるとあれじゃない通常でよかったかなそうかこうオーブの消費を抑えるっていう意味で ね特にここのとこバーッ続いてるやんか、はい、でこっからもまだあるからありますそれ考えると危ねえ危ねえでもあれやねまだまださキャラ的におるわけやでさ第2弾とかねもしできそうならやってほしいけどなそうやな、うん、これ今までやったことないけど、ね、このやつってまあ別に前例を覆すことと、うんまあ、別にそれに対してユーザーが批判的な感じかっつったらそうじゃないと思うから、うん、もったいないよねこんだけしかキャラ出てないっていうのさうんねまだまだおるわけやからそう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 でアニメもねやっぱこう人気のあるアニメやから、うんまあ、ぜひやってほしいね、うん、お願いしますでコミック終わっちゃってるからさ、うん、いやこれを機にね、ね第2期どうっすか作者さんどうっすかお願いしますいやー結構ねこれを今回のねモンストコラボそうそう見出したっていう人多いよね、うん、で面白くてハマ、ね、ったっつって、うんうん、言う人も多いので、ね、続編どうっすかねよろしくお願いしますとうとう公式じゃなくて集英社のお願いしだした